味しいね。スーッとして。よっしゃ。いただきます。あ、これサバ取って一つ。いや。何だおばあちゃん。じいちゃんにやろうか。おいちょいちょい、明日食べる。うん。俺の箸どこ行ったかね、そもそもあのいつも使いのやつなくなっちゃうんだけど、どこ行った？そこは置いてないかね。いつもの箸ない。なんであそこで味見したんじゃない？してない。よし、お米の焼き加減もええ感じやね。この三個の塩から美味しい。めっちゃ美味しい。もうないけど、あんまり。ばあちゃんいる？これ。いらない。イタドリ食べてみよう。うん。コリ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 感残っちゃうね。美味しい。ブロッコリー、うん、どうやろう。あんかけ、上手やね、これ。こっち食べようかな。サバに。じいちゃん、これ、しょっぱいって言ったんや。ちょっと辛かったね。うん。やっぱり入れすぎじゃない？俺、やっぱり最初、あの、多酸状態でもええって言ってたけど、その時でよかったね。おばあちゃんは、うん、ご飯の炊き方 100% 良かったけど、うん、この汁からめっちゃ美味しい。カツオも取れんね。もう取れんとったのに美味しい、カツオは。うん、もうでも時期、初ガツオの時期やけどね、もう。まあないね、課長は。うん。おいしい課長は。もうもうお刺身見よっても、もう食べてみたいお刺身がないもんか。うん。
タコも、うん、タコもね、うん、うちがずっと買いよったタコが全然入ってない。明石ね、うん、明石ばっかりやったっけ、ほら、うん、明石のタコ以外のものはあまり食べだったっけ、うん、この間ほんで聞いたらね、うん、ちょっとあのなんか高すぎてね、うん、仕入れができんとかなんとか、うん、明石のタコそんなに高い？明石のタコでも本当本当によう食べよったきね、うちは、うん、全然入らん。ふりかけ、全然入らんってこと？入ってこないってこと？タコが、うん、全然、あの他のは モロッコとかなんとか北海道とかいろいろあるけどね、もうおばあちゃんっていうけど、俺は北海道のタコも好きやけどね、美味しいけど、美味しい。あんかけこれうまいことできちゃう。お米これぐらいの硬い方が美味しいわ。米お米も美味しい。